こんにちはヤニックですすいいいつも動画をごご覧いただきありがとうございます今回はコンドミニアムの7つのメリットということでいろいろお話ししていこうと思いますが、まあ、今回の話は結構僕の主観的な部分が結構多めに入っているので、まあ、そんなことないよっていう意見もあるかもしれないんですけども <laughs> まあ僕がコンドミニアムが好きすぎるという、っ偏った見方が入ってるかもしれないですが、まあ、ちょっとお話ししていこうと思います。僕は2014年から、まあ、毎年ハワイに行ってますけども、その2014年からもうかれこれ5回かなずっとコンドミニアムばかり行ってます。それ以前のハワイは普通にホテルに泊まってました。普通のエコノミークラスのホテルですね。 でまあ2014年に初めてコンドミニアムに泊まった時は、まあ、こんなにいいものなのかというやっぱメリットが多いなというふうに感じましたしうちの奥さんもやっぱりコンドミニアムの方が一回慣れちゃうと楽だっていうのでちょっとその辺のまの、あ、メリットに関するお話をしていこうかななんて思ってますで一つ目はですねまずは値段が安いと思います まあこれ時期とかによって色々変動するかもしれないんですが、去年泊まった時のお値段は全部税金やら手数料などすべてすべ、て込み込みにして一泊にならすとだいたい160ドルぐらいでした。一室のお値段ですね。二人で160ドル。で、僕ら、僕らが泊まっているのはワイキキバニアンなんですが、 ワイキキバニアンのすぐ隣にあるヒルトンワイキキビーチ、本当にすぐ隣にあるホテルなんですが、それの同じ時期の相場を見てみたところ、だいたい税金やら何やら込み込みで、おそらく250ドルぐらいになるんじゃないかなというような感じでしたね。こちらも1泊250ドルということで、だいたい僕たちが泊まっているコンドミニアムの方が1泊あたり90ドル近くは安いというような形になりました。 もちろん、えー、ホテルですから、えー、ベッドメイクとか、まあ、あとはフロントのサービスとか、コンドミニアムにはないサービスってのは、いろいろあると思うので、一概に料金が安いからといって、まあ、コンドミニアムがいいとは言い切れないのはありますけども、ただ単純に料金面だけで比較した場合であれば、まあ、コンドミニアムはやっぱり他のホテルよりかは、だいぶ、 3、4割は安いんじゃないかな。3、4割で聞くかな。3割ちょっとは安いんじゃないかなっていうような感じになってますね。で、メリットその2ですが、やっぱり広いっていうのがあります。あとね、地味にありがたいのが、天井が高いっていうのもあって、まあ僕らがいつも泊まってるバニアン、僕らはバニアンしか泊まったことないんで、バニアンの話しかしできないのが本当申し訳ないんですが、ちょっと他のコンドミニアムがどうかっていうのはちょっとわからないんですが、まあとにかく天井が高くて広いんですね。 確か50平米近くあったんで、あるんで、どうでしょうね。マンションで言うと3 d 系ぐらいのマンションの広さぐらいあるんじゃないかなと思います。かなり広いです。で、天井が高くて開放感がやっぱあるんですね。普通のホテルですと、エコノミークラスのホテルですと、部屋のど真ん中にベッドがどんどんとあって、まあ、あとはちょっと座れる椅子があったりとか、まあ、ベランダがあったりしますけども、 ほぼベッドで占領されてしまいますが、コンドミニアムの場合ですと、まあ専用のリビングがあって非常にくつろげます。ベッドが別の部屋ですからね。あと、まあラナイもかなり広いので、ラナイで食事ができたりとか、ラナイでもくつろぐことができます。なのでやっぱり広いっていうのはう非常にメリットが高いんじゃないかなと思います。えー、以前僕の友人の 家族そこは、えー、夫婦友人夫婦2人と小さな子供が2人がいるんですがその方々が初めてコンドミニアムを体験してものすごくテンション上がってましたなんでそんなにいいかって言うとやっぱ子供連れは広い方が絶対にいいんですねやっぱ荷物が多くなりがちなのでお子さんがそこはお二人いますのでやっぱコンドミニアムが広くて助かったって言ってましたね、まあ、かなり広くて、まあそれがす 一番のメリットなななんじゃないかなと個人的に思ってますで3つ目のメリットはチェックインが早いですこれはまあ全てのコンドミアムがそれに当てはまるかどうかわからないんですが僕たちが利用している不動産会社ですと部屋が空いてればもう即入れますなのでだいたいホノルに空港に着くのが11時ぐらいに着くんで そこからタクシーで30分、11時半にホテルにだいたい着くんですね、毎年で。普通のホテルだったらチェックインが2時とか3時なので、そっから2、3時間は外で待っててっていう風になるとは思うんですが、僕がいつも利用しているコンドミニアムだと、空いてればもうそ,そのまますぐ入っていいですよっていう感じで案内してもらえます。で過去に1度だけ 僕らが来た時に前のお客さんが入ってたんで掃除してるんでちょっと待ってくださいって言われた時は1時まで入れなかったことがあるんですがそれでもホテルよりかは早かったんですねでその時は一応その管理人の方が僕たちの荷物を預かってくれたんでまあ預け別にその後え重い荷物を持ってあのワイキキの街をうろうろしたってこともなかったんですがまあとにかくチェックインが空いてればとにかく早いですすぐ入れてもらえるのはとてもストレスがないですね これも僕の中で気に入っていることの一つです。そしてメリットの4はチェックアウトが遅いです。で、これももしかしたら僕が使っている管理会社だけのかもしれないんですが、まあ、他のコンドミニアムはちょっとわかんないですけども、次のお客さんが入っていなければ特に出てけとも言われないんですね。<laughs> 勝手に好きな時間に出てってっていう感じなんですね。で、僕たちはいつもデルタを使うので、帰りの便がちょっと遅いんですね。 14時半ぐらいの便なので、12時頃まで部屋でのんびりしてから、まあ空港に行くっていうことができるんですね。まあ通常ですと10時とか11時にチェックアウトして、その後空港行くんで、空港で時間が余ってしまうんですが、まあ僕たちが使ってるコンドミニアムでしたら次に誰もいなければ別にいつ出てもいいですよっていうようにいつも言ってくださるので、まあ好きな時間に自由に出れるのがいいです。僕はその、 なんだろう結構時間とかを決められるのが嫌いなタイプで自由がとにかく好きなのでこういうふうに自由に何でももう使っていいよっていう感じがとにかく気に入っていますでメリット5はですねカーードキーを持ち歩く必要がないですこれももしかしたら僕たちが泊まってる物件だけなのかもしれないんですが入り口の鍵がカードキーではなくパスワード方式なんですね これがめちゃくちゃ便利なんですよ。慣れてしまうと。もうね、カードキーとか嫌なんですよね。持ち歩くのが。なくしちゃうとか、あると嫌なんで。あと、インロックしちゃうとかもあると嫌なんですけども、パスワードであれば4桁の数字を覚えていれば、いつでも誰でも入れますので、特に海とか行く時なんかは、自分のお部屋のカードキーとか持って、外出たくないんですよね。盗難とかあるかもしれないんで、そういう心配もなくないのは、やっぱとても楽です。キーワード式のお部屋の鍵っていうのは。 で、メリット6としては、人が入ってこない。盗難の心配がないというので、うちの奥さんが一番気に入っているのはここだと思います。うちの奥さんは結構そういうとこ神経質なタイプで、自分たちがいないときに誰かが入るのが結構嫌なタイプなんですね。例えばその掃除のおばちゃんでも、うん、掃除の人でもね。まあ、このメリットを、この、これをメリットと取るかで、デメリットと取るかはちょっと人によるとは思いますが、僕としてはとても高いメリットだと思います。 先ほども言った通りパスワード式なので、その4桁のパスワードさえ教えなければ、絶対に他人は入ってくることができないんですね。で、ハワイは高級なホテルでも、あの、部屋の私物の盗難事件っていうのは調べればポツポツで出てくる。なので、いいホテルだから絶対大丈夫っていうのはわからないんですね。やっぱり誰か部屋に人が入ってくるっていうのは、ちょっとやっぱり気持ち悪いな。 安心して外出たいなっていうタイプにはコンドミニアムはとっても楽だと思います。まあ、その代わり清掃はないので、まあ、自分たちで掃除をしなければいけません。まあ、その辺はデメリットと感じる人もいるかもしれないですね。まあ、部屋に入ってこないというのは思ってる以上に気楽でまあ僕としては大きなメリットだと思っています。でメリット7、最後のメリットですがチップがないがあります。 先ほども言ったように清掃員という方も入ってこないので、枕銭も別に置いとく必要はないですし、いちいち荷物を運んでくれるポーターもいないので、ポーターにチェック、チップを渡す必要もありません。バレーパーキングもないので、そうバレーパーキングで出してもらうごとにチップを払うってそういうことも一切ないので、コンドミニアムにいる間、誰かにチップを渡すってことはまず一度もないです。 まあその代わり掃除は自分でやらなきゃいけない荷物は自分で運ばなきゃいけない駐車場は自分で入れなきゃいけないっていう何でも自分でやらなきゃいけないっていうのが発生するんですが別にそれが高たかが知れてるのでまあそれだったら別にチップを渡す煩わしさから解放されるよなかったら僕はコン,ドミニアムのコンドミニアムの方が楽かなって思いますね ということで、まあ、ちょっと簡単ではありますが、コンドミニアムを使う7つのメリットということで、僕のちょっと主観多めでお話をさせていきました。させてもらいました。もちろん、ホテルにはホテルのメリットはたくさんあると思います。ホテルのあの、高級感溢れる、ね、あの、フロントとかロビーとかですね、あ,あとはその専用のビーチがあったりとかっていう、そういった たやっぱりオプション的な良さはコンドミニアムはないですがなんていうんですかね質実剛健なシンプルで特に何もないんですけどもただ本当に広くて安くて使い勝手がいいよっていうそっちの機能性の高さをまあその見た目の華かさではなくてね機能性の高さを求める方にはコンドミニアムはとてもメリットは高いんじゃないかなと思いますということで、まあ、最後にですね えー、コンドミニアムの手配方法ですけども、これはちょっと別の動画で、えー、詳しく解説しておりますので、この動画では割愛いたします。よかったらですね、こちらの、えー、ハワイ旅行個人手配徹底解説という動画がありますので、こちらを見ていただければ、えー、コンドミニアムの手,手配だけではなく、航空券の手配ですとか、エスタの申請方法まで、すべてお話ししてると思いますので、もしよかったら、えー、こちらの動画をご覧 くださいということで、えー、今回の動画は以上になります最後までご覧いただきありがとうございました